皆さんこんにちは、榊敦史です。いや、ニュース見てたらね、こんなん来ました。米作家のシー・カスラー氏死去。レイズ・ザ・タイタニック原作。僕ね、大好きなんですよ、クライブ・カスラー。ダークピットシリーズがあるんですけどね、もうレイズ・ザ・タイタニックっていう、あの冷戦時代の話をあれは面白かったな、ほんまに面白かった。でね、その10年か15年か20年先ぐらいに書いたね、あのサハラっていうのもあるんですけど、あれも傑作ですね。あの本を読む人間としてね、あのまさにね、いや、どういうんでしょうね、こう伝説の人物。うん、カスラーすごいよっていう、なんでこんなことを考えられるんやろうというね。あのあれもそうですけどね、あのレッドオクトーバーの人もそうですけど、いや、カスラー氏はね、クライブ・カスラーっていう、これドイツ系の方ですかね、きっとね。いや、びっくりしますよ。共同電2月27日10時02分配信。クライブ・カスラー氏、かっこ冒険小説で知られる米作家。米メディアによると24日、西部アリゾナ州の自宅で死去。88歳。死因は不明と。31年と言いますから、どうでしょう。日本的に言えば、昭和6年生まれですかね。中西部イリノイ州生まれ。空軍勤務などを経て、60年代から本格的な執筆活動に入り、冒険小説を多数出版。中でもダークピットを主人公とする一連のシリーズはベストセラーを記録。映画「レイズ・ザ・タイタニック」過去80年など原作となった。あのね、映画ね、あかんのですよ。面白ないですよ。どう言いましょう。あのね、原作のね、素晴らしさ。サンデッカー将軍とか出てくるんですけど、提督か、サンデッカー提督が出てくるんですけど、もうね、自分のね、ダークピット像とかね、サンデッカー将軍像とかね、もう自分なりにできてるんですよ。それと比べてね、映画ちゃうやんという世界でね、公約された作品も多く、生涯に1億部以上売り上げたと言われる。1億部ですよ。ほんまに。沈没船の探索などに傾倒した冒険家としても知られた。ああ、そう、あの、その、なんとかがヌーマーでしたっけ、あの、組織を作ってね、あの、沈没船を探したかったんですけど、今、まあ、もう巨人ですよ。ただね、あの文学史的にはね、ただの娯楽小説の作家ですから、あのどう言いましょうね、あの文学部のね、大学の文学部の授業では出てけへん人なんですよ。まあ、大学の文学部の授業ってなんか、なの、まあ、私もね、文学部卒業してますけどね、 あれなんやろうなと。もっともっとね、こんなクライブ・カスラーとかね、そういう人をね、こうもっとやるべきなんですよ。なんでやらへんのかなっていう不思議なね、今日はしますけども、巨匠ですよ、この人。こんなね、こんな面白いね、小説を書く人ね、どうでしょうね、私のね、僕の好きな作家、5人挙げるとしたら入ってきますね、クライブ・カスラー。あれも入ってきますね。セシコット・シー・フォレスター、ホームブロワーシリーズの方も入ってきますし、いや、イギリス系の人ってね、この人はアメリカ人ですけどね、いわゆる英語で小説書く人っていうのは面白い、なんとか日本人がね、太刀打ちできひんような作品をね、生み出さはる人ですね。確か息子さんがね、シリーズ続けてますけどね、ダークピットシリーズ。ダークピットもうおじいさんでね、どうしようもないですけど。いや、びっくりしました。
皆さんね、あのこれのこのチャンネルね見てる人で45歳以上もそうなんですけど、あのダークピットシリーズね面白いからね、あの読んでください。サハラとねサハラと、まあ、あのレーザータイタニックはもう最高に面白い。その他も面白いですよ、うん、面白いけど面白いんでね、ぜひ多分今頃本屋でこうなくなってるんちゃいますかね。でもそんなんね、あのあれ言ったらいますから、あの何とか出てけえへん、あの古本屋さんに行ったらありますから、あブックオフね、ブックオフに行ったらありますからね、100円で買いますから、110円か、うん、ダーッと並んでますから、ブックオフまではな行かへんと思いますので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。タイタニック号を引き上げろっていう放題ですね。あとサハラからなんとかせよとか、そういう放題です。はい、いやちょっとびっくりしたニュースでございました。皆さんどうもありがとうございます。